皆さん、ゴルフ用品お手入れの耳寄り情報です。やっぱり芝生の緑には真っ白なゴルフシューズがおしゃれですよね。しかし白いゴルフシューズは特に汚れが目立ちますね。雨が降ったらお手入れはさらに大変。そこでラナパーゴルフギアメンテナンスキットの登場です。いつものお手入れの場合、プレーで汚れたゴルフシューズもラナパーレザートリートメントを付属のスポンジに少量つけて軽くこするだけで光沢がよみがえりきれいになります。いつも使うゴルフシューズだからこそ、ラナパーレザートリートメントで簡単にお手入れを済ませたいですね。ひどく汚れてしまったシューズの場合、まずラナパーレザートリートメントを薄く塗ってください。そうすることでシューズの表面が傷みにくくなります。付属のマイクロファイバーにラナパーレザークリーナーを含ませてください。クリーナーが汚れを浮かし、マイクロファイバーがミクロの汚れもかき出すので、軽くこするだけでひどい汚れが落ちていきます。落ちた汚れは水を絞った布できれいに拭き取ってください。乾いた布で水気をよく拭き取ってください。最後にラナパーレザートリートメントを薄く塗って仕上げてください。左がお手入れ前、右がラナパーゴルフギアメンテナンスキットできれいになったゴルフシューズです。ひどい汚れもきれいに落ちて光沢もよみがえりました。さらに水も弾くようになり、汚れがつきにくくなります。新品のグローブにこうしてラナパーレザートリートメントを塗っておけば、プレーや練習の後の汗でコチコチに固まりがちなグローブもこのようにほぐすだけで柔らかくなり、手に馴染みやすくなります。グリップにはプレー後に薄く塗って2、3日置くとしっとりと手にフィットするようになります。グリップラバーは多種ありますので、まずは1本でお試しください。その他にもシャフト、ヘッド、キャディバッグのお手入れにもトリートメント、クリーナー、マイクロファイバー、スポンジがセットで入ったラナパーゴルフギアメンテナンスキット、好評発売中です。